ドラ、ドラゴンクエストの超大魔王様が久しぶりの俺の心を疼かせやったんで観察していく。はい、お久しぶりです。チーム手巻き TV です。ということでですね、ドラゴンクエストタクト、久しぶりにですね、ちょっとガチャを引きたいなーと思うキャラが出てきましたんで、ちょっとね、ガチャ久しぶりに、まあやるからにはね、もう貫突までやって、ちょっと闘技場まで遊んでいこうと思うんですけれども、今回私がね、引こうと決心したガチャは、大魔王バーン様です。はい、勇者ソロではございません。まあそこら辺ね、もうなぜこのバーン様に引かれたのか、まあちょっと自分でもね、説明しきれないところがあるんですけど、結構ね、タクトの新しいキャラクターは毎回ね、運営さんのツイッターで情報はチェックしてるんですよ。なんか触れたね、大魔王様バーン、そのあたりお話してからガチャ引いていきたいと思います。では行く。ということで、久しぶりにログインしたんですけれども、まずね、恐る恐る見たところはここですよ。ランクアップ、これさ、一番上のランクがさらにもう一個解放されちゃうとさ、私のこの強かったモンスターももう一ランク育て直さなきゃいけないから、それはさすがにあれだなと思ったら、とりあえずランク8でまだ収まってるみたいですね。よかったです。ということで、この一世代二世代前になってしまうかもしれませんが、私の貫突のモンスターたちは未だに輝きを失っていないんでしょうか。はい。ということで、今回のガチャですね。このバーン様ですよ。このバーン様、そう。ちなみにね、まあ今最強キャラクターと言われてるロトも引けるんですね。2.5 周年ってこれいつから今年1月ぐらいだったと思うけどね、3ヶ月経ってもまだ引けるんですね。私ソロ1枚も持ってないと思うんですけれども、まあ最強キャラだからってね、別になんだろう、せっかくやるならソロを貫突するとかじゃないんですよ。あくまでもう心がうずいて、このキャラ使いてえなって、使ったら気持ち良さそうだなっていうキャラを使いたいんですよ。まあなので、ソロよりちょっと格落ちする感じがあるのは分かってる。まあそれでもね、それを上回る喜びを俺に与えてくれると思っているこのモンスターについて、詳細を見ていきたいと思います。ということで、大魔王バーン様、ハテナハテナハテナ系で、ウェイト65、移動力2という感じのですね、まさに大魔王の位置づけになってます。まあ、魔法系の火力キャラだから移動力2はしょうがないですよね。その他のステータスも、ちょっとよく忘れちゃったんだけど、まあ、素早さはね、そんな遅くないと思いますよ。357って、まあ、中高速みたいな感じなのかなってイメージです。HP は、低くはない。ちょっと低めっていう感じですかね。守備力も低いんで、ちょっと物理とかは怖そうなキャラクターではあります。まあ、ザ・魔導士キャラっていう感じですよね。そして、基本特性がやばいです。魔界の神、10ターン目までの行動開始時、余ダメージを大幅に上げる。これですね。まず心を踊ったのは、この火力に全振りしてるところですよ。そしてその下のね、今のはメラだ。うん。メラの威力を 800% 上げる。これどうでもいい。これどうでもいい。この原作再現俺、まあ、いらなかった。唯一いらないのはここだね。まあ、クエストやるならさ、この特技で一番最初に覚えるメラ、このめちゃめちゃ消費 MP 少なく使えるメラがさ、800倍のダメージになってめっちゃ燃費やんってなるんだろうけど、もうそんな、結局ね、カイザーフェニックスっていうメラ最強呪文が出てきたわけだからさ、まあ、この対人戦をやろうと思ってる私にとってちょっとメラは正直、残念でした。はい。まあ、そこが唯一のね、心残りですけど、それを上回ってあまりあるぐらいドキドキしたんですよ。ということで、二つ目の特技。超圧縮暗黒陶器。射程1から4。使いやすそうですね。で、敵一体を高確率で休みにする。これ大義なんですけど、ダメージがない状態以上だけを付与する大義なんで、相手が物理無効であってもしっかり当てることができるんですよね。まあ、ただ休みって相手を一ターン止めるだけなんで、まあ、こっちが一ターンわざわざ使って相手を一ターン止める。まあ、10日交換にしかならないっていうところが微妙なんですけれども、まあ、でもこれがなかったらね、もうこのカイザーフェニックス、メラ属性の一属性アタッカーということで、まあ、かなりちょっと使いづらさが出てきちゃうと思いますので、まあ、この超圧縮暗黒陶器は私の中で、今回かなり助かってます。背中を押してもらってます。うん、で、三つ目がカラミティウォール。扇形大範囲になります。まあ、扇形大範囲はでかいんですけど、やっぱ移動力が2しかないバーン様がね、この距離まで相手を追っていけるかというと追っていけないんで、まあ、相手が攻めてきた時に、
押し返す感じでしょうね。範囲内の敵すべてに必中大義。これもね、無属性の必中大義。もうここもちょっとドキッときちゃいましたね。めっちゃ使い勝手良さそうじゃんと。まあタクトって結局相性ゲームなんで、まあいろんな相性でこのうまく戦略を立てていくんですけど、私今そういう状態にないんで、雑に使って強いキャラクターを使いたいんですよね。だから、あ、やべ、相手見返し 100% なのに、物理打って当たんなかったとかね。もうそういうストレスいらないんで、必中、無属性、最高ですっていう感じも、かなりワクワクしました。まあさらに必中の大義ダイナメージを与えて、後ろに2マス移動させ、稀に移動封じということでね、ここら辺もまあかなり良さそうですよね。はい、そしてメインスキルがカイザーフェニックス。範囲内の敵すべてにメラ属性の呪文大ダメージを与えるということでね、まあ基本特性の方でも呪文ダメージアップとかがついてたんで、もうこのカイザーフェニックスがとんでもないダメージになると聞きを読んでおります。射程はめちゃ広ですね。前方4マスの左右まで、まあ今一番遠いタイプの呪文なんじゃないですかね。はい、ということで覚醒スキル一突で不死鳥のごとく、戦闘開始時自動復活状態、最大 HP の 100% になるリザオラルやないかーい。え、いや、やられたらさ、HP1 で踏みとどまるとか、やられたら最大 HP の4分の1で復活するとか、なんか見たことあるんだけど、やられたらマックスで戻ってきちゃうの、大丈夫？これめっちゃ強いと思いますよ。はい、そして三突で大魔王の威圧、戦闘開始時、行動開始時、復活時、自分の HP が 30% 以上の場合、まあ、つまりほぼ全ての状態でですよね、ダメージを 20% 軽減。まあ、一応闇の衣的なのもついてると。まあ、でもね、いろいろこう、守備力も弱いし、HP もそこまで高くないし、まあ、復活できるとはいえ結構落とされやすいとは思うんですが、五突でつくのが開幕魔法カンタ。貫突で使えということだね。僕に貫突で使えということを言いたいんだね。ということで、まあ、ここまでね、ここまでなんか使いやす、雑に使いやすそうにしてくれるなら、俺でも使いこなせるかなって思ったんですよ。リザオラルついてるし、魔法カンタついてるし、まあ、無属性の必中ついてるし、まあ、カイザーフェニックスだよね。基本的に当てていけるときは弱点属性にカイザーフェニックス当てていきたいし。まあ、ただタクトって耐性がね、4分の1、超耐性だと4分の1しかダメージ取んなくなっちゃうんで、まあ、そういう時にね、まあ、無属性の耐義が一応2つあるっていうのも、なかなかこう使い勝手がいいんじゃないかなと思った次第です。まあその他ね、まあこれ以上はちょっとペラペラと話すとね、僕のにわかが透けちゃうんで、まあなんとも言えませんけども、まあデインとバギー、まあなんかこのね、ソロが使ってきそうなねとことか、まあダイが使ってきそうなところが半減になってるんで、まあ、ここもなんかね、結構物理に対しては実は属性でケアできてるんじゃないかなーなんて思ってます。はいというような感じですね。このザボザボに関しては特に何も思っておりません。いやー、参りますか。ということで、まあ、久しぶりにね、復帰したらいろいろガチャチケットあるもので、まあ、この 2.5 周年の、これ、違う、これはこれか、あ、これか。これじゃないか。無料で S1 枚確定じゃなくて、まあ。とりあえず、これだけ、引かせてもらって、いや、しゃらくせ。もうそんなんいいんで、だってこれ出ないんでしょ。うん、こっからバン様出ないでしょ。バン様に集中していきましょう。ちなみに私2000ジェムぐらいしか残してなかったと思ったんですけど、ログインした瞬間2万ジェムぐらいもらいましたんで、まあ、早速1万ジェム課金してきて今という感じです。今回はもう貫突まで行きます。まあ、毎日100連なんですけども、まあ、今週月火水木金あたりで貫突をして、まあ、土曜日か日曜日週末にちょっと皆さんにアドバイスもらいながら、久しぶりにタクトのリアルタイム対人戦に潜ってみようかなと思っております。楽しみー。300連で貫突お願いしますね。復帰勢に優しくないと逃げちゃう。あ、これあれだ。ちょっと待って。あ、違うとか、もうちょっと課金しなきゃダメかも、これ。え？ S 確定か、これ。これが、S 確定が3回引けるのか、しかもピックアップ確定取れんじゃん。課金する。はい、久しぶりにログインして、いきなり2万円入れていこうとこう。参りましょう。さ、これ提供割合が？はいはいはい。おー、すげーじゃん。大魔王版。相変わらずこの 23.333337%。なんか見覚えあるね。まあ、4分の1ぐらいで出るんですよ。S 確定枠では。その他の部分では、まあ、0.7%。S4%。まあ、すべて確率は私がやってた頃と変わってないですね。これも4分の1で出るんでしょ？いけーちょっと待って、これ。待って、やめ。ガチャ引く順番間違えたかも。ちょっと待って、これ。これもう、バンさん3枚くらいこの30連で引けたら貫突楽勝やん。さあ、チャンスです。
復帰いきなりチャンス、いっぱい出ろいっぱい出ろいっぱい、うわやりやりすぎー、やりラフィー、やりラフィー、やりラフィー、ちょっと待って、これ激アツちゃうん、これ、え、 4% のうちの 0.7% ってことは5.5 分の1ぐらいで出るのかな、かな、虹から5、6分の1で出んのかな、出るやん、出るやん、じゃあちょっと待って、出るやん、出るやん、懐かしいの来たー。リリース当初こそね、引いた時は嬉しかったんですが、まあいいですよ、5、6分の1、2個目で出そう、これを頼むよ、サービスしよう、久しぶりなんだから、かいかいかいがちゃうちゃうわちゃうちゃうわ、悔しいわ悔しいわ、久しぶりなのに優しくしてくれないの悔しいわ。あー、そして最後は4分の1、いやいや、それはもう引けてよ、それはいいっしょ、全然ね、くそ、優しくしねえのかよ、優しくしねえのかよ、いやこれ結構引ける確率高いぞ、この30連、激アツじゃん、こんなん、これ終わった後100連引くの、いやここだよ、一番頑張るべきはここよ、ここで中途半端にバーン様を出して、みんなズルズルとこう監督の闇に引きずられていくんだから、ほんとそうよそうよそうなのよ、クソが、あんだよ、最初の10連が超チャンスだったわ。待って、やめてやめて、4分の1だからね、これ、スルスル行くのやめろよ。4分の1だからさ、全然もうこれもう来るでしょ、もうほんと頼みも頼みも来るし、来たー来た来たー、これー来たぞー、嬉しいー、タッチョで久しぶりに嬉しいやつー今のはメラゾーマではない、ギラだって言って欲しかったんだけどね。なんかメラの他にもう一属性欲しかったよ、やっぱり。メラの他にもう一属性欲しかったんだけど、まあ、いいでしょう。ありがとうございます。ローバーン、いただきました。ふぅ。よかったー。これでも2枚確定じゃん。やば。もう2枚。やばいやばいやばい。もうバーン2枚確定やん。おい、いつからこんなまちょろくなったんだよ、タクトのガチャよ。え？ 2 枚やん。ピックアップ確定だから。ピックアップ以外も、ね、10枚目以外も、虹欲しいですね。え、これバーン様だけこんな特別なガチャ？毎回こんなことやってないよね。そんなにね、ガチャ引きやすくなってないよね。久しぶりのスラクト。久しぶりスラクト！スラクトよろしくー！さあ、いっぱい来い！いっぱい来い！いっぱい来い！ない！ない！ 10 枚目だけか？道中来い！なんかこれ！どう？まあまあまあ。まあまあ、でも、いいんじゃない？もう2枚。いや、だってさ、タクト天井150連じゃん。150連いかなきゃもらえないのが、もう30連でもらえて、かつその他も4分の1チャンスありまくり。2枚、すでに。タクトって5凸までだから、あと4枚か。やば。めっちゃいいぞ。そして、こっちですよね。はい。こっちのスタンプは、まあ、今まで通りに。え？ S 確定多くない？え？ちょっと、え？S 確定多くない？ 2、5、80連目にあるけど、リャンウーパーであるけど、え？ S 確定枠からバーン全部 23% に出んの？え？ぬる！え？え？これ、何回でも引けるやつだよね、これ。ぬる！おい、タクトガチャぬるくなってないかこれ！まあ、コラボだからね、そうだ。前からコラボはそうだったよ。コラボはね、期間が短くて復刻もしにくいから、コラボ、いや、それでしょ、これいけんな。え？マジで？あ、なんだ、少なくなってってんな、どんどん。は？
何この呼び水。最初だけかよ。ちょっと待って待って、なんだこれ。おい、やってんな。上やってんな。最初だけかよ、エスこんな出んの。じゃあマジで今日チャンスじゃん。今日行ききらなきゃやべえやつじゃん。行けー行けー、カットめー、カイザーフェニックス。とりあえず10連。こういう S ランク確定じゃないところで出るとマジで嬉しい。これ今日で貫突あるんじゃない ?100 連で貫突する男。スラフトいる、やっばー、これ、来るぞこれ。10枚目。あれ、10枚目 S 確定じゃないよね。ふわー。4分の1ぐらいで引こう。4分の1ぐらいで引いていこう。激アツあーやべえ、面白い、面白いぞ。こんな神ゲーだったっけ、こんな神だったっけこのゲーム。じゃあいきますよ。56分の1、本日3回目だからそろそろ引く。いやーいやーいやー、まあこんなもんだよね。もうね、復帰すると優しいのよ。俺はね、忘れないよ。ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト。2ヶ月ぐらいログインしなかった時期あったのよ。久しぶりにログインしたらね、こう1日1回激安ガチャでバラモス出たのよ。うわ、やってんなと思ったけど、やってんな。ね。もうね、そうなのよ。だからこの運営との駆け引きよね。ね。もうやめちゃうよ。ね。復帰するかなみたいなね。こう匂わせ。ね。もう女子です、今私。もう女子になりきってます。女子になりきっても、精一杯匂わせている。そしたら行けました。ちょっと待って。やばっ。だって、S ランク確定以外のところで引いたからね。3枚目。あと3枚。あ、ただもうこれで天井なくなったんだよね。いいじゃん、いいじゃん。天井に近づくにつれて、どんどん寒くなっていくガチャ。最初の10連で引くって一番面白い引き方。一番面白い引き方よ。ほら、天井ないよね。やばっ。やばっ。S ランク確定、これ、4分の1。バーン様4分の1。これで、4分の1です。4分の1チャンスありすぎよ、マジ。あれ、4分の1です。え、行っちゃう一気に行っちゃう。一気に行っちゃう。一気に行っちゃう。申し訳ない。やったーやったぞーやったーやったー、復帰するやん、こんなん、こんなん、こんなんもガチャ楽しくてしゃあないやん、こんなガチャ。6分の1でいける、4分の1でいける、まだまだチャンスはある。あと2枚で貫突、復帰100連で大魔王貫突あるやつ、面白すぎるやろ、こんなの神ゲーや、神ゲーやないかこれ。はぁ、はぁ、いやー、よかった、今日という日ひらめいてよかった。これ昨日ひらめいても明日ひらめいてもダメだったんだろうね。今日という日にバーンの記事を読んだからこそ来たんだろうね。運命だね、接待だね。え、マジ、いや、そんなさ、新しいキャラがさ 3-4万円で貫突できるなら、それはちょくちょくね。あ、今回も別にそのあれですよ、本格復帰じゃないんですよ、全然ね。うんうん。ちょっとその、バーン様を取って遊んでみようのコーナーですから。でもね、3、4万円で貫突できるんだとしたらね、もっとこのコーナーはね、今後もね、多くなるけどね、まあそういうようにはいかないのがね、やっぱ対人、まあ札束の殴り合いと言われる系のね、ゲームになりますんで、まあそこは全然尊重するんですけれども、いやー、すーげー。俺もう4枚持ってんだよね。うっ、お母さん久しぶりに。ありがとう、お母さん、ありがとう、久しぶりに、ありがとう。あー、そしてまた4分の1チャンスか。ちょっともう伝説作ろうよ。今日貫突いっちゃおうよ。先に言っとく。もう今日貫突万が一したら、もうソロも貫突する。
っちゃった。今日あと2枚バー引けたら、うん、ソロ完凸目指します。まあ、ただこれはでも今日だけの話。もうめっちゃいいの。いけんじゃないの。そんくらいの伝説いけんじゃないの。ここも4分の1。4分の1どうなる ?4 分の1ですから10枚目。他でも出ちゃってええで。ここでもええで。ここでも。ええ。いやー。やげきやつや。来い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 。いや。もうね、流れのまま、流れのまま。もう今日この流れのまま。はぁ、川の流れのまま。はぁ、それし、はぁ、まあそうでしょうよ。そんな4分の1ずっと弾けるならね、もう誰しも大金持ちですから、いいでしょう。はい。なんかね、やたらこう今日は虹から、ぷにょんぷにょん、ぷにょんぷにょんじゃない、スライム系が多いのもいいでしょう。まだ S ランク2つあります。どっちかで弾きたいですね。まだ 25% の S ランク確定が2枚ありますんで、これどっちかで弾きつつ、他の部分で自力ゲッツ。他の部分で自力ゲッツで、バン様完突。太郎じゃないか。いけいけいけ、頑張れ虹出せ、絞り出せ、よっしゃあ。あー、6分の1ね、あれはね。ここで出ちゃってもいいぞ。あ、なんか多いな、ブラックドラゴン。いや、ちょっとびっくりした。なんでこれがちょっと一瞬このバンサーに見えたのかわからんが。あー、来ないか。いやー、いけるぞ！くーしゃ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 し。あー、もうすでに4枚取ってて、さらに上を目指しててごめんだけどね。あと2枚で完凍せやろ。ちょっと待て、これ、マジで。交換券って俺あったっけ？使い果たした気がするな、交換券。今日あと1枚引いたら交換券でいきなり完凍出ちゃうとかある？ない、さすがにそれは。あと S ランク確定2枚あるからな。 S ランク確定2枚頑張ってほしいね。 S ランク確定2枚頑張ってほしいね。ザボエラね、ザボエラいっぱい出るよ、いいよ。ふぅ、そうだね、バラン様が引きすぎてザボエラが完凍しないまま終わっちゃうパターンになるとかあったね。 S ランク確定2枚、これまでの引き強は一旦忘れてクリアな気持ちでもう1枚取らせてください。1枚だけか。いけるぞ、いけるぞ。ザボエラもいっぱい出てる、ザボエラもいっぱい出てる。いけるいけるいける。金からザボエラの確率と虹からバンの確率同じぐらいだと思った。4分の1やろ。祈り方も変な感じになってるもん。くそー、セラフィー来て引いてクソーっていうの俺ぐらいだよね。セラフィーめっちゃ強いらしいね、今でもね。くそー、あと1枚引けるかな。あと1枚、いや、あと2枚いっちゃえるかな。もう2枚抜きで奇跡の終わりの前で、どうだ、どうなる。これ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 、ベスト大量久しぶり、来い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 って、虹頼む、虹来い、虹来い、虹来い、出て出て、よしよし、危ねえ、一番危ねえ。嬉しい嬉しい、いけそうな気がする、いけそうな気がする。しゃー、やるぞやるぞ、行くぞ、よっしゃ、次行ってこい、行ってこい、行け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 、やっしゃー、いったいった、やばいやばすぎー、怖いよ怖いよ怖いよ、俺もう怖いよ、このガチャ楽しさここ通り過ぎて怖いよ、これS 確定とか関係ないとこで行くじゃん。え、そんなバーン様ってこう軽い男だった？俺がちょっと来いって言ったら来る感じ？じゃあ俺のポジション何？大魔王の上？え？ここで引いたら
ソロも貫突します。4分の1でソロ貫突します。するやろ。だって何十万使うか分かんないなんてビビってたら2万円で貫突だぞ。このままでいくと皆さんもちょっと手拍子お願いします。いきます。そうだよな、魔法キャラの天敵は魔法捨て持ってるソロだもんな。バーン様がいくら頑張ろうとソロの前ではペッペッペですよ。ソロも言っちゃう、バーン様を媒体触媒にしてソロ召喚しちゃう。来い、うん、来い、かい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 。俺タクトで散々ガチャ引いたけどこんなに激アツな気持ちになったことあんまないぐらい、これ激アツじゃない？この4分の1に派遣キャラクターの貫突がかかってるからね。ソロ貫突、行ってきます。行ってらっしゃい。やったーやったーやったー、おらーやったなー。